実は小豆神社に着きました。着きました。この間は雪で行けなかったから、再チャレンジとして、霊視研究家ムイ&カッチャンネルがまた来ました。はい、面白いですよね。前回来た時に辺り一面雪景色だったのに、今はこっちちょっと見たら桜が咲いてるっていう、ね、桜です。季節を感じる動画で。どんな季節やねん、ここはもう。じゃあ、皆さん、行ってみましょう。行きましょう。じゃあ、今から、あずき神社やったっけ？諏訪あずき神社、はい。諏訪あずき神社に入りたいと思います。はい、じゃあ、行きます。行きましょう。でもなんかいい神社だな、この見た目が。なんか奥にちゃんとなんか本殿あって、あ、今日見えるやんこれ。ああ、確かに前回なんかシートかなんかかけて見れなかったやつ。何？うわ、すげえ、タヌキ。キョス。どうも。あら、かわいい。バチクソフリーズしとるけど。あらら。行きましょう。目の前を猫か何かで横切ったと思ったら、すごいものが。このぐらいからはもうパワースポット感じますか？来ますね。このなんだっけ、鳥居の前から、うん、さあ、これ動いてます。こんな揺れるほど風あるか今？ないよ。みんな止まり始めますから大丈夫。暴れておりますけど。いや、止まるな。嫌な雰囲気だな。こんなに揺れるほど風吹いてねえのに。そう、それはそう。っていうか、なんていうか、かっちゃんとこういうとこ来るたびに思うんだけどさ、なんで一個だけこんなに揺れるのって思う。こういうのって全部まとめて同じように揺れるんじゃない？だから、パワーがすごいですね、ここは。さあ、階段行きましょう。いい、さっきのタヌタヌか、タヌキが原因か。はい、人の行った人はここですね。僕が行ってた、はい、このちょうどど真ん中。そうですね、今日あまり天気が良くないのであれですけど。はい、でちょっと説明しましょうか。ここで視聴者の皆様に、皆様にプレゼント企画。ちょっとどいて。あ、どいた方がいい。この鳥居からまっすぐ真上に上げてください。撮りました？撮りました。で、上の方を向いて、
はい、もしこの神社のパワースポットにいらした時はこんな感じに写真を撮ってくださると。で、かっちゃんが今撮った写真をかっちゃんのツイッターにアップしてもらう予定ですので、あの視聴者の皆さん、かっちゃんのツイッターを見に行くと今の写真が無料でもらえます。てかこの動画上がった時に一緒に上がってると思うので。まあ来る時は皆さん本当にここ真ん中、うん、真ん中、うん、どっちから見てもちょうど真ん中ぐらい。もういいここ来てみる。本当に全然違う。そうだったな。ここ立つとなんか違うんだったな。確かに。ほんわかとあったかくない。なんていうかね、今ね、あれ？ちょっと範囲広くなった。ひんやりしてない。そっちの方が。そう、なんかね、このああここの辺ぐらいからなんかあったかいんだ。そうそうそう。あった感じ？そう、なんか要は今後ろから風が吹いてきてるんですけど、うん、その風のなんか冷たさがちょっと減ったぐらいな感じっていうの。だろう。結構いいパワーあるぞここ。動画越しにもちょっと上を見ておくか。そうだね。またね、これ本当にね、ここのわーってくるんだよここ。あいにくと天気が曇りなんだよな。曇りだけどすごいだろうこれ。ああ確かに。だろう。太陽はちょこっと当たっとるんやあそこに。だけどほとんど影ない、うん、だけど全然違うだろう。動画越しの太陽が分からねえ。あれかで遠ざかったらあえて揺れてるのにさ、あの髪切れさあ。さて前回は、こちらを見たらね、真っ白結界だったという。よかった、今日は雪がなくて。あれ奥にもないか、一個建物ありますな。入った。これをやめよ。向こう。あのやめるのはいいんですけど、説明だけください。説明だけ。良くないことが起きそう。じゃあゆい君、はい、一人でお願いします。マジか。どうにもかっちゃんは自分の価値というものが分かっとらんらしいな。かっちゃんが現地に行って説明してくれるということこそが価値があるというのにね、視聴者の皆さん、そう思いませんか。大丈夫、俺や視聴者さんよりスタミナあるから。大杉県の上か。大杉山道、これより200m。緑のものがあるのこれ。どっち行くのこれ。そこの山道なんだろうな、きっと。失礼します。この辺ぐらいからもう稲荷様のそれに変わる感じですか。うん、もうドクドクするな。やべえな。その辺の撮った写真はツイッターにアップしてくれるやつの追加でよろしいんですか。さあ、今から新玉か荒見玉か、はい、登っていきたいと思います。ではさあ行きますか。さて登り始めて数メートルですが、はい、この時点でもうあの
お狐様の気配やばいんですな。もういや薄いなあここは。あれ逆に、さあ行くぞ。はい、なんか気配強まったなっていうのを感じたら止まって教えてほしいです。蛇、それそこ、あ、ほんとだ、すごい。へえ、久々に見えへん、ヘビって。そんな悠長なこと言ってる場合かな。へえ、神社でヘビっていいよね。いいこと起きそうやね、俺ら。カラスに構えていいのかな、これは。ここにおる蛇だから。いいんじゃない？うわ、すごい蛇。いいことじゃない？蛇が見えるなんて。よく見てたね。ビビった。今あなたが木の枝踏んで、うん、葉っぱが飛んで、むっちゃなんか生き物が飛んできたかと思った。違うのよ。さっきからさ、地面にさ、変な穴がさ、ちょこちょこ開いてるのよ。穴かなと思ってた俺。そう。で、形状的にアリじゃねえなって思って。さて、これに当てはまるサイズの生き物なんだろうなって思いながら周りを見てたら。くそ。あ、ダメだ、やべえ。どうした？木の枝が全部蛇に見えてきた。さっきから遠くへ何か鳴ってるけど、これは関係ないやつですか？関係あるやつですか？関係あるやつですね。なんてこった。さっきからパチパチうるせえな。しかも割となんか大きい系の音鳴ってますよね。今からラッポンかよ。冗談じゃねえぞ。やべえぞこれ。ふと横見たらまあまあ階段がある。なあ、まあまあじゃねえぞこれ。今、はい、もうなんか向こうにパッと来ないな。ついてきてますね。ね、まあこういうこともあらん。それは何がっていうのは口にしない方がいい系ですか？正体的なもの。キツネ？物が落ちとる音じゃねえもんな。
そうですね、なんか俺らが止まると止まるもんな。なんていうかさ、地面がだいぶさ、その草木でさ、クッションできてるから、あんなパーみたいな音は鳴らないと思うんだよね、何か落ちても。こんな音じゃねえもんな。そうですね、もっと誰かがなんか拍手したような。あ、こんなちっちゃくねえ。そうね、よっぽどでかいものが落ちた音ですね、そうなると。あれだろ、おお、あれからすげえパワーが感じられるね。お、プラスかマイナスかはどっちです今のところ。おお、よかったよかった。でけえ。でけえ。さあ、一気に風が吹いてきました。ね、今急に葉っぱがこっちに寄ってきたからすげえビビった。すげえ。よいしょ。わかるかな、後ろにあるあの木が多分なんかちょうど抱きつく感じだって手が届かないぐらい太いんだけど、半端じゃないな、これは確かに。これはすごい。どんなパワーか説明できる感じですか、これは。宿ってるね。圧巻やね、これ意外と。まあ確かになんか他にこれだけの太さの木ないからな。ただごめんなさい。ね？頭がクラクラする。それは狐的なエネルギー混ざってるんですか。うん、あのっていうことはですよ。今そのこの木自体にエネルギーあるってかっちゃん言ったじゃないですか。エネルギーすごいよこれ。じゃあここの辺の木を一本もらって、なんていうの、ブレスレット作ってって言っても持って帰っちゃダメ系かこれ。すいません、入ります。失礼します。あ、包丁柵があるんだ。なんか風が強くなってきました。昭和の前って何やった？明治？明治？うん。明治の次は大正やったな。大正。よく考えても大正までしか掘れんな。大正ぐらいか。大正こんなにでかくなかったね。
でも大正っていう単語が出る時点で100年ぐらいは経ってることなんだよな。本当。すげえ。だってこれ50年で育つ勢いじゃないべ。爪が入ってくかな。もう頭の中ごめんなさいね。もうね、急速のエレベーターで降りとるようなやつ。スーンと血の気が減ってくやつ。キツネが入ってるからやめようって言ったの。さっきも言った。触ってみは分かるって。触っても分からんか。え、皆さん、これがなんか、探っても、昭和？昭和、明治、大正ぐらいが。すげえ上から降ってくるな。はい。で、大体このぐらいだったのかな、大正で。まあまあ太い木だ。それでも。うん、でようここまで大きくなったなと思って。この木は。なんか写真撮ったりとかそういうなんか視聴者が来た時に、恩恵撮ってください得られるようなものない、一緒に撮った方が撮っても全然いい木ですよ。宿ってるのも全然いいし。写真撮るのどんな感じかだけ実演していただけると。工事じゃない、こっからか。今ちょっとこっちにベンチがあるんですけれど、ここからその記念撮影する感じで。こんな感じだけど見える？こんな感じの画角になってれば OK。 これはいいね。ただ大切にされてないのがかわいそうだね。大切にされてないんですかね。まあ野ざらしっちゃ野ざらしだけど、ここはどんな恩恵ありそうっていうの分かります？あの下の運気の転換期にいいみたいな、ああいうやつ。これ多分ちょうどまっすぐに割れてる。何が？この杉の木。俺らがこの登ってきた道にそう感じで、多分な。でももうほとんどもう弱ってんだよね。おう、まあともかくパワースポットでよかった。パワースポット、皆さんも本当に登る価値はあると思います。はい、蛇にだけお気をつけよう。蛇だけ気をつけて。でも久々に蛇